はい、どうも皆さん、こんにちは。ゼッカです。それでは今回なんですけども、1月、ローソンお試し引換券祭り開催、D ポイントやポンタポイントを使ってお得に参加する方法を解説ということで、今回は少し前の動画でお伝えさせていただきました、ローソンお試し引換券祭りについての情報ですね。この動画では、ローソンのお試し引換券祭りの取り組み方や、当日どんな商品が出るのかを含めて、サクッとお伝えしていこうと思います。それでは、行ってみましょう。そもそもローソンのお試し引換券って何ぞやと思う方も中にはいらっしゃると思うんですけども、簡単に言うとジュースですとか、お菓子、お酒などが、お得に購入できる、ローソンのちょっとしたサービスとなってます。これ以外にも全然いろんな商品が出たりすることがあるので、結構面白かったりします。で、このお試し引換券に参加するためには必ず、ポンタポイントであったりとか、D ポイントが必要となります。で、D ポイントに関しては、通常の D ポイントはもちろんなんですけども、D 払いとかのキャンペーンで付与される、D ポイント期間用途限定でも持っててもこれで参加することができますんで、僕個人的にはこの D ポイントの期間用途限定を使って参加することを、結構消化しやすいのでお勧めするかなという感じですね。で、例えばなんですけども、これは通常のお試し引換券の場合ですね、例えば本日の商品なんですが、こちら、江崎グリコは、ポッキーハートフルさくらんぼという商品ですね。こちら2袋入って、税込み173円ということなんですけども、この商品を交換するためには、ポイントが80ポイント必要となります。ポンタポイントの80ポイントであったりとか、D ポイントの80ポイント、どちらでも大丈夫です。このポイントがあれば交換できるんですけども、簡単に計算したら、1ポイントの価値っていうのが上がってですね、なんと 2.16 円の価値に上がるんですよ。普通に買ったら173円のところ80円ぐらいで買えるっていうことになるので、ほんとね、このお試し引換券はね、参加する価値っていうのは結構あったりするんですよ。で、続きまして、こちらも例として引っ張ってきました。こちらは江崎グリコポッキー、チョコレート極細店ですかね、つぶつぶいちご、こういった商品なんですけども、2袋入って税込みが162円っていう商品ですね。で、この商品と交換する場合は70ポイント必要となります。なので、こちらも同じように計算したら、1ポイントが約 2.31 円以上の、価値になるということになります。なので、ちょっと僕はあんま詳しくはないですけども、普通にスーパーとかで買うよりかもはちょっと安いのかなというふうに思いますね。で、このお試し引換券が、今回のタイトル通りお祭りが開催されるということになります。開催される日程は、本日動画をアップする次の日からですね、1月6日の10時から、そして1月7日の17時からそれぞれスタートします。で、気になる詳細の情報なんですけども、こちらとなっております。こちらですね、結構Twitter とかで検索しても結構いろいろ出てきます。全然僕のこちらの画像を参照にしていただいてもいいんですけども、まず1月の6日水曜日の10時からスタートとなります。で、出てくる商品はこんな感じとなってるんですけども、これはまず30ポイント、左上にも出てるように30ポイントで交換できる商品となります。ドールの、アップルジュース、オレンジジュースであったりとか、大きいサイズ、そして小さいサイズもありますね。ブルガリア飲むヨーグルトとか、あと R1 とかもありますね。これ R1 好きの方はいいかもしれないですね。あとはザバスのプロテインであったりとか、あと、雪印のコーヒーもありますね。これを僕個人的に好きなんですけど、高千穂牧場カフェオレ。これ結構好きですね。他にもよく見かけるね、マウントレニアであったりとか、あとホットのジュースもね、結構対象の商品が多いですね。他にもあやたかとか、これ 950ml が30ポイントで交換できるのっていいですね。これらドリンクはこんな感じで、あとはちょっと下の方に森永の焼きプリン、卵のプリン、たっぷり美味しい滑らかプリン、ジャージー牛乳プリンミルク、クリームスイーツコーヒーゼリー、これらも対象ですね。で、もうちょっと30ポイントの分は続きがありまして、こちらですね、上の部分30ポイントということで、プロビオヨーグルト LG21、R1 のヨーグルト、あとオイコスのヨーグルトもありますね。そしてブルーベリーの方もあります。こういったのが1月の6日の10時からスタートします。で、右上にも出てるんですけども、各商品上限に達し次第終了ということですので、よく見たらですね、先着ここのヨーグルトであれば、28000 個とか、27400 個とか上限が決まってるんで、基本的には早い者勝ちとなります。で、次に1月7日木曜日の17時スタート分からですね、基本的には、これらはもうお酒のジャンルになりますね。で、例えばこれ50ポイント全部交換することができるんですけども、甘いお酒であればこの赤玉パンチであったりとか、男梅サワーであったりとか、あとストロングゼロのグレープフルーツとかもありますね。最近ストロングゼロね、何かしらのキャンペーンとかでもらうことがあるんですけども、めちゃくちゃ前よりか飲みやすくなってますね。あまりお酒詳しくないんですけどね。あと他にもハイボール関係もありますね。ジムビームハイボールとか、トリスハイボールとか、あと、まあ、ビールで言うと、この一番搾り糖質ゼロは最近ね、お試し会見か何かしらのキャンペーンでもらったんですけども、なんか変わったビールな感じの味がします。まあ、これは糖質ゼロのジャンルだと思うんですけども、個人的には普通の一番搾りの方が好きです。他にも札幌黒ラベルだったりとか、サントリーのプレミアムモルツの香るエールというものですね。他にもエビスビールとか、バドワイザーとかもありますね。まあ、こういったものが50ポイントで交換することができますよということですので、もうお酒好きの方は絶対と言っていいほど1月7日木曜日の5時スタート、これをもう狙いに行った方がいいかもしれないですね。以上がそれぞれの商品の紹介でございました。まあ、せっかくなんで、お試し会見祭りの商品がどれぐらいお得なのかっていうことなんですけども、例えば先ほどお伝えしたオイコスのこのヨーグルトなんですが、普通にまあ商品であれば税込み165円で販売しているものを、今回はお試し会見祭りのおかげで30ポイントで交換することができると。なので、1ポイントの価値で計算したら、こんな感じとなります。5.5 円分の価値ということになるので、本当に1ポイントの価値がグンって上がる。もう倍ぐらいに上がったりするんですよね。なのでこのお祭りって結構熱いんですよ。で、先ほどのエビスビールのこのロング缶の方ですね。こちらの場合なんですけども、税込みが333円で販売されているものなんですが、これは今回50ポイントで交換することができます。もうこれ見ただけでめちゃくちゃお得なのがわかりますよね。ビール50ポイント、実質50円でできるんですよね、交換が。なので1ポイントの計算できたら 6.66 円の価値ということになります。ここは本当通常のお試し会見とかの約3倍ぐらいになるので、めっちゃお得ですよね。実際のですね、このお試し会見祭りの参加方法なんですけども、大きく分けて2つあります。そのやり方なんですけども、めちゃくちゃ簡単なんですが、まず1つ目は、今出てるローソンにあるロッピーを使っての方法ですね。まず、ロッピーの前に行ったら、ご自身が持ってるポンタカードであったりとか D ポイントカード、これを使って、ご覧のような差し込み口っていうんですかね、スライドするところに、このような角度で入れてください。入れるというかスライドしてください。まあ、この方向ですね。そうすると、ロッピーがカードを読み込んでくれて、まず一旦閉じるをですね、タッチしていただきまして、そしたらこの画面が出てきたら OK です。で、ここの一覧から発見するというところをタッチしていただいて、このお試し会見値引き券というのが出てくるんですけども、まあ、ここら辺まで行くまでに結構当日は混み合ったりしてうまくいかない場合もあるので、ご了承ください。で、試しにこの全商品というところをですね、タッチしていただくと、そうするといろんな商品が出てくるんですが、まあ、今回試しにですね、このジーマ、モルソンクワーズジーマハイフライレモンというのがですね、なんか美味しそうだったんで、試しに発見してみたいと思います。そしたら右下に確定するというのが出てくるので、ここをタッチしてください。で、もう一回確定するが出てくるので、ここも同じようにタッチしてください。そしたら、ご覧のような券が6匹から出てきますんで、ご覧のように同じ商品を見つけていただきます。まあ、大体のお試し会見、通常のお試し会見の場合は、こんな風な新発売みたいなポップが出たりするんで、結構目印的には分かりやすかったりします。で、お試し会見祭りの時は、まあこれじゃない商品も結構あったりするんで、先に見つけておくことをお勧めします。で、あとはレジでね、商品と交換して、これで完了ということになります。めっちゃ簡単ですよね。で、次にアプリでの方法なんですけども、これもめっちゃ簡単です。事前にローソンのアプリと D ポイントカードもしくはポンタカードをですね、紐付けていただいて、そこからまずお試し会見というところですね、タッチしていただきます。そしたらご覧のような画面出てくるんで、いろんな画面見たかったらこのもっと見るというところをタップしていただきます。そうするとご覧のような画面から自分が取りたい商品ですね。例えばこのマルちゃん製麺カップラーメンですね。まあこれをタップしていただくと、あとはこの画面の中で引き換券予約するというところがあるので、ここをタップします。そしてこの予約が完了しましたというとここまで出れば、これで予約が完了となります。まあ大体はここまでなかなかうまくいけないことがね、当日あったりするので、まあここも混んでる場合があるのでご了承ください。で、あとはアプリ内でバーコードを表示して、レジで提示していただければ完了ということになります。で、最後になんですけども、一応僕なりにここだけ押さえておいた方がいいというか注意点的なところをまとめてきました。まずは先ほどもお伝えしたように当日はですね、いつも以上に混み合う可能性はあるので、もう本当に混み合う前提で参加してください。もうアプリが重いとか、ロッピーが重いとか絶対あるので、まあ、極力こう時間にね、余裕がある方は参加するのがいいのかなと思います。まあ、僕は残念ながら明日はね、普通にお仕事なので、まあ、当日、1月6日に関してはちょっと参加難しいかもしれないんですけども、まあ、残り物があれば確保したいなというふうに思ってます。でですね、やっぱ当日ロッピーね、本当に混み合うんで、やっぱ列ができる時もあったりとか、やっぱ出るんですよね。なのでもうなんか、もういっかってなったらロッピーも相手の方に譲った方がいいかもしれないっていう場合もあるかもしれません。僕は結構サクッと諦めたりするんで、ロッピーは結構すぐに譲っちゃったりします。あとここも結構重要なんですけども、余裕があれば事前に商品を確認ということで、とりあえずその当日の時間スタートまでに店内をちょっとぐるーっと回って欲しい商品だけある程度こうあるかなというのを事前にチェックした上で発見するのがいいのかなと思います。もしない状態でね、券を発見しても、せっかく一つ確保したのに商品がないっていうことも結構あったりするので、事前にね、お店をぐるーっと回って、商品があるかを確認した上で、券を取ることを僕的にはお勧めするかなっていう感じですね。で、あとここも結構重要なんですけども、24時間後のキャンセル狙いもありということで、これどういったことかというと、お試し期会券みんなね結構当日とかぐわーっと予約するんですけども、やっぱり全員が全員商品と交換してるわけじゃなくて、とりあえず確保してるっていう方が結構多かったりするんですよ。まあ出先でアプリから予約をしたりとか、けど商品交換せずそのままっていう感じのことが多いので、だいたい次の日の24時間後、なので、例えば、1月6日10時スタートとしたら、1月7日の10時ぐらいのキャンセル狙いも結構良かったりします。僕はちょっとそれもちょっと狙ってみようかなと思います。まあ、いい例で言うと、こんな感じにたまにツイッターでつぶやくんですけども、おこぼれティラミスいけたということで、まあ、これはね、年始ぐらいのローソンのお試し会見だったんですけども、当日全然取れなかったんですが、次の日のキャンセルを狙ってたら、意外とこうサクッと1個取れたりするので、まあ、ここら辺も狙うのも結構面白いのかなと思います。で、あともう一つですね、11月 D 払いお買い物ラリーのポイント消化ということなんですけども、これどういったことかというと、皆さん覚えてますかね？このキャンペーン結構僕の動画の視聴回数的にも結構見てくれてる方が多かったと思うので、参加された方も多いのかなと思うんですけども、D 払いのね、お買い物ラリーが11月分参加された方結構いらっしゃるのかなと思うんですが、これのポイントがですね、昨日深夜ぐらいにちょっとつぶやいたんですけども、1月5日の時点でポイントが付与されてるっていうような状況なんですよ。しかもこれ D ポイントの期間用途限定なので、このお試し期会券のために付与されたって言っても過言ではないぐらいですね。ちょうど僕も2000ポイントぐらい入ったので、今回はこれを使って消化しようかなというふうに思ってます。なので、ポンタポイントとかよりかは、もう D ポイントを使ってね、これに関しては有効期限が結構短いので、こっちの方を優先で使うのがいいのかなという感じですね。まあ、そんなこんなで今回はローソンのお試し期間祭りの商品の紹介であったりとか、取り組み方について簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、今回ね、正直なところ商品は、ジュースとプリンとかヨーグルトあたりしかないっていうのがね、ちょっとネックだなと。まあ、ちょっと個人的にチョコ的なこう、甘いものが欲しいなっていうのが思うとこではありましたね。で、あとね、1月7日からはね、お酒がスタートするので、もうぜひお酒好きの方はね、もうここをピンポイントに狙いに行くのも全然ありなのかなというふうに思っております。一応ですね、まだお試し会見の公式のページに関しては、おそらく日付が変わってから出てくるかなと思いますんで、ちょっと僕も覚えてたらですね、公式ページでき次第、概要欄もしくはコメント欄にでも貼ろうかなというふうに思っております。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。